黒黒黒いでーす。さあ、本日は開封動画でーす。でー、デザイアドライバーでございまーす。さあ、早速開封していきます。はい、箱から出しました。ついでにこいつも出しますわ。はい、ゾンビも出しました。じゃあやっていきましょうか。で、まずは、電池はもう入れてあります。で、ここのスイッチを左側へやるとデザイアドライバーっていうので、それではやっていきましょう。で次にここに真ん中に空いてるところがあるんですけど、この ID コアをセットするとこれで仮面ライダー技術がエントリーされました。では、早速、マグナムの方をはめていこうと思います。ちょっと、他のレーズバックで一旦どけます。さあ、早速行きましょう。行くよー、マグナム。セットして、で、ここのトリガーを、これでマグナムモードになりますね。で、もう一回押すと、マグナムストライクってなるんですね。これも同じかな？あ、これも同じですわ。じゃあ次、ブーストいきますわ。はい。いいね。で、ここをひねる。で、もう一回決める。もう一回決めるかな。おー、かっこいい。じゃあ。このマグナムをもう片方にセットします。こうで合ってるかな。おー、かっこいい。すげー。この LED の発光が素晴らしいですね。日本の技術素晴らしいですね。で、これで今この状態がブーストマグナムフォームでございます。で、これでマグナムブーストフォームになります。順番が違ったかな。おう。で、次はどうしようかな。バッファー紹介したいから入れ替えますね。これバッファーの ID コアです。セットエントリー。
ではゾンビいきましょう。下手をすればゾンビ手で持った状態でやると思うんで、さすがに。あ、いけるか、大丈夫。かっこいい。いや、ゾンビはかっこいいねんな。音がいい。じゃあ、ゾンビブーストいきますか。ゾンビブーストポン。あ、待って、ちょっと待って。あ、かっこいい。かっこいいね。これでゾンビブーストフォームです。で、回転をしますと。これでブーストゾンビフォームですね。じゃあ、ちょっといろいろ試したいから。まあ、これと、まあ、こういったレーズバックルとかも買ってますんで、何個かちょっと遊んでいきたいと思います。とりあえず、今持ってんのが、今あんのが、01と、ハンマーと、アローと、シールドですね。01立たねえ。これでちょっと遊んでいきたいと思います。ここはちょっとバッファーのままにするわ。で、まずはシールドからいこうか。なるほど。これはまあね、原作では外れ候補のレイズバックルみたいだそうですわ。まあこのタイプの形のやつはどれも外れタイプみたいなんですけど、技術にとってはどれも当たりみたいですね。ハゼはないと言っておりますんで。じゃあ次、アロー行きましょう。あ、違うわ。ちょっと勘違いしてしまうよな。こっちだよな。こっちです。アローかっこいいな。アローかっこいいわ。あれ、これ最初の方に仮面ライダーシローが使ってたやつですね。で、タイクーンも使ってたものですわ。仮面ライダーシローな。一話でやられちゃったからな。恐竜ブルーが。では次、ハンマー行きましょう。これは確かナーゴが使ってたっけな。これは、あ、こっちだ。ハンマーは上か下どっちか。で、反応しますね。で、最後、01、レイズバックルですね。これは、まあ、原作には出てないんで、ですね。出てないです。では、セットしていきましょう。
ちょっと待ちなはれ、大丈夫か ?01 の返信音流して大丈夫かこれで。まあ、もう一回やるわ。大丈夫かなこのデザイアドライバーで01ドライバーの音声、もうほとんど流してましたね。まあまあ、仮面ライダーなんで大丈夫です。はい。というわけで、これで以上となります。いや、良かったですね。本当に。まあ、ギーツもバッファも。タイクーン欲しいな。タイクーン欲しいな。まあ、なんとかしてゲットするよ。うん。じゃあ今日の動画は終わりです。バイバーイ。